1月27日に選抜高校野球大会の出場校が決まり、長崎県からは長崎日大と海星高校の2校が選ばれました。県勢の甲子園ダブル出場は史上初の快挙で、甲子園の舞台でも両校の活躍が期待されます。秋季九州地区大会で見事準優勝を飾った長崎日大は、選抜甲子園への出場は2年連続。4試合で27得点の強力打線と安定した投手陣を武器に粘り強く勝ち上がってきました。 OB には広島東洋カープの大瀬良大地投手など5名のプロ野球選手がおり、サッカーワールドカップでベスト16入りを果たした日本代表の森保一監督も卒業生であるなど話題も多い長崎日大高校。昨年からどんな思いでチームを作り上げ、またどんな思いで選抜甲子園に臨むのか迫っていきました。長崎県諫早市に学校グラウンドがある長崎日大高校、専用球場に室内練習場、トレーニング設備と野球に打ち込む環境は整っていますが、授業のコマ数も多く、選手たちは短い時間の中で集中して練習に取り組んでいるといいます。チームを率いる平山誠一郎監督は日本大学でプレーした後、母校に赴任し副部長や部長を歴任。その後2018年の夏終了後に監督に就任して、2022年に念願の甲子園初出場を果たしました。堅実なチーム作りに定評のある平山監督ですが、その一端は練習開始前にありました。朝8時、選手たちが練習の準備を進める中で、バックネット裏のスタッフルームにはキッチンに向かう姿が。実は選手たちに少しでも栄養をとってほしい思いから、手作りの味噌汁を用意しているのです。愛情のこもった味噌汁をお昼に飲むことで、選手たちは午後の練習への活力を得ているのです。うまっ。お味はどうですか？たまらんな、やっぱ。また練習が始まるとウォーミングアップでユニークなメニューを取り入れていました。ランニングを終えると選手たちはそれぞれバットを持って並び、体全身を使ったトレーニングを行います。これは専属のトレーナーさんが考案したもので、単に筋力を鍛えるだけでなく、自分の思い通りに体を操縦する効果が期待できるとのこと。選手たちは寒空の中、気持ちを一つに体を動かします。この日は最高気温が4度と凍えるような寒さの中での練習となりましたが、実戦形式のノックをみっちり行うなど、選抜を見据えていることがうかがえます。例年だとこの時期はまだ基礎練習やトレーニングを多く行いますが、今年のチームの持ち味である実践力をより強化するため、あえて実戦を想定した練習を多めに入れているそうです。そんな長崎日大高校ですが、昨週は4試合で27得点の強力打線と安定した投手陣ががっちりと噛み合い、九州大会で見事準優勝を果たしました。打線の核となるのは1番打者で主将の平尾大和選手。手腕な打撃を武器に全チームからレギュラーとして試合に出場し、高校通算12本塁打を放っている平尾選手。夏以降も打線を牽引し続け、また主将としても厚い信頼を得ています。チームとしてはその去年先輩方が成し遂げきれなかったその甲子園での1勝という目標に向かって自分たちは頑張っていくことと、その自分自身としてはやっぱりそのバッティング面ではその県大会と九州大会でもあんまりその本調子を発揮できなかったので、その甲子園ではいいバッティングができるように頑張りたいと思います。また3番捕手の豊田喜一選手も中心選手の一人。2年春には九州大会を経験するなど経験値が高く、素早いフットワークからのスローイングも目を引きます。配球や野手への指示などインサイドワークにも長けており、平山監督が信頼を寄せる選手の一人です。そして投手陣では西尾ミート投手、広田希大投手の2人の右腕の働きが光りました。西尾投手は真上から投げ下ろす最速141キロの直球が魅力で、昨週は左打者への縦の変化球を習得したことで大きく飛躍。主戦として九州大会では3試合に登板し好投を見せました。まっすぐで押すのが自分の特徴なので、まっすぐで押して自分の変化球のフォークとかを使っていってしっかり抑えていきたいなと思っています。対照的に広田投手は多彩な変化球と制球力を武器とする技巧派右腕。驚くような球威はなくても淡々とゲームメイクができる力があり、大崩れはしないことから首脳陣の信頼をつかみました。昨年の選抜甲子園では近江高校にあとアウト1つというところから追いつかれ、延長13回タイブレークの末敗退した長崎日大。安定した投手陣と強力打線で今年は上位進出となるか注目です。